今日はマスクを作ってみました。手縫いで4時間ぐらいかかりました。いやきつかったっす、思った以上に。でまあ冗談できました。そんな感じでね、裁縫やんないんで、まあ手縫いも雑なんですけど、こだわりはこの鼻の部分で一応調整できるようにワイヤーが入ってるっていう感じですね。裏はもうこんな感じなんですけどね、ガーゼが売ってなくて、まあカーテンのなんかガーゼ素材のやつ使って、玉止めだらけです。もう適当っすね。まああとはもうお面のゴム使って、ゴムも売ってなかったんで。